ソ連は陸軍国家、多くの人はそのような勘違いをしている。しかし大韓巨峰主義者タルドーシ・スターリンのお力添えにより、戦艦建造計画であるプロジェクト24が開始、これらの建造計画は順調に進み、第二次世界大戦が終戦してから数年後、超大型戦艦クレムリンがついに完成したのだ。戦艦クレムリンの建造計画はスターリン死後理性的な海軍将校たちの手によってストップされてるので、この船は実在してないですよ。なるほど、同志、良い指摘だ。このトロツキストをシベリア送りにしろ。なんか事実を言ったら粛清されそうなんだけど。青大粛清の後にもまだここにファシストの第五列が残っていたか。きっと言われよう。貴様ら反革命分子の工作などにソ連海軍は屈しない。自信暗鬼ってスターリニズムのデフォなの？貴様らトロツキズムにはこの美しい船体が見えないのか。それを言ったらスターリニズムには現実が見えてなくない？ということで今回はソ連の素晴らしい戦艦が使えるゲーム、ワールドオブウォーシップスを遊んでいくぜ。前回では新しく追加された日本海軍の巡洋艦を使ったけど、今回は幻のソ連戦艦を使っていくんだね。現実は資本主義者の陰謀。スターリン並みのパラノイア発症しないで、今回は前回に引き続き新規プレイヤー向けの特典を準備しています。後々詳しく紹介するけど、新しくゲームを始める人は無料で戦艦ミカサや巡洋艦アグローラなどの艦船やアイテムが手に入るチャンスなので、もしこのゲームが気になったら画面や概要欄に表示された特典コードを利用してね。無料で手に入るとは実に反資本主義的で素晴らしい。我が連邦のコルホーズ農民も喜ぶことだろう。何この人、ソビエト連邦の亡霊。今日はどうしたんですか、そんなにスターリン主義者になっちゃって。ふむ、気になるかね。どちらかといえば心配です。トロツキストといえどもとどうした。私トロツキストのまんまなんだ。少ない言葉で現状の素晴らしさは十二分に伝わるはずだ。担当局入に言おう。この船、あれよりでかいのである。これで誰がわかんだよ。純血の大韓巨峰主義者ならこれで伝わるんだが、私大韓巨峰主義者のマグルなんで。本来であればこの不届き者のために第三次モスクワ裁判を開くところだが、詳しく説明してやろう。お願いします。戦艦クレムリンは第二次世界大戦の終盤からソ連で建造計画が始まった超大型戦艦だ。本艦の排水量は予定では約7万5000トンであった。なるほど、船に関する知識は乏しいのでいまいち大きさがわかりませんな。わかりやすい比較を挙げれば、ヤマトの基準排水量は6万4000トンだった。え、この船ってヤマトよりも大きいの？その言葉を聞きたかった。ブラックジャック先生。違うから。現在使っている戦艦クレムリンは世界最大の戦艦であるヤマトよりも一回り大きい。実存していればこの船が世界最大の戦艦だったわけだね。ははは、戦艦クレムリンが存在しないというのはロマノフ家が振りまいた嘘なんだぜ。ダメだこの人、大韓巨峰主義思想に脳がやられてる。ちなみにソ連では内戦と革命でなかなか戦艦を新造できず、国内のゴタゴタがようやく終わって戦艦建造計画が開始したのは1939年頃。しかしこれも1941年から始まる独ソ戦によって、おじゃんナイスドイツ被害者の会。そして第二次世界大戦が終戦してようやく海軍を作れる時になる頃にはすでに戦艦の時代は終わっていたのだ。私の中ではまだ戦艦の時代は終わってないから。同じことをスターリンも言ってたよ。大韓巨峰主義者であるスターリンは強引に戦艦建造計画を続行させるけど、1949年にスターリンが死ぬとこれも中止。やはりエジョフの目は節穴だったんだ。賢きソ連海軍に感謝ですね。結局ソ連は戦艦を作らず自前で終わるよ。なんとも不運なソ連海軍の話でした。今後ソ連海軍に新しい戦艦が作られる日を願うばかりだぜ。うん、だってソ連海軍の歴史は長いだろ。去年だってソ連海軍100周年記念日だったし。今年でソ連崩壊から32周年ですけど、ソ連が崩壊したからといってソ連海軍が崩壊したとは限らないでしょ。限るわ。ということでソ連の夢のまま消え失せた幻の戦艦クレムリンで戦っていきましょう。ゲーム内の性能としては頑丈な装甲と45センチ砲の高い攻撃力が備わっている一方で、射程が20キロしかないという大きな弱点を抱えているので、できるだけ前線で戦っていく必要があるよ。幸いにも体力は10万超えだ。敵の注意を引きつけてタンクとして活躍するのが理想的だな。その通りだね。ということで敵艦を攻撃しながら前線に移動します。ひとまず射程範囲にいる敵は C 拠点付近を航行している船は狙えそうだな。よし、それじゃあ早速狙いを定めよう。よし、ターゲットが見えた。あの船からはすごい熱意を感じるね。熱意かっこ物理。この45センチ砲でさらに熱意を精神に注入してあげよう。十分思想が混じってきてんじゃん。前方の2つの砲塔で攻撃開始。なんか敵航空機が飛んできてるのがちょっと怖いね。飛行機に戦艦なんて沈められないでしょ。あれ、真珠湾攻撃って知ってる？着弾。今、3発貫徹で1万ダメージか。まずまずな結果だね。やはり巨砲が全てを解決するのだ。今の結果からそんな答え出てこなくない？おっと、相手から反撃が返ってきてるね。いくらか被弾したかな。8000ダメージか。まずまずなダメージだね。反応を使い回すな。だけど膨大な体力を考えたらほぼ痛くない。このままどんどん前線を押し上げよう。ひとまず装填している間は島影に向かって移動します。ふっふっ、敵艦よ恐れよ。貴様らの命の猶予は戦艦クレムリンの装填が完了するまでである。恐れよ恐れよ。よし、装填完了しちゃいました。敵艦やっちゃうよ。急に言葉が頭悪くなったな。よし、君に決めた。果たしてこの位置戦車を君は避けられるかな？避けられました。ふざけんな。まあまだ3番砲塔が残ってるので、ファイヤー、恐ろしく素晴らしい照準、私じゃなきゃできないね。多分外しました。確かにお前にしかできないかもな。逆手に取った悪口やめて。というか島影にずっと隠れてるけどどうしたんだ。実際のところ戦艦クレムリンの射程は巡洋艦にも劣るので、自分が照準できる位置は大抵の敵側も照準できる位置となりがちなんですよね。そうなれば袋叩きは必至なので、戦況が落ち着くまでは遠くから射撃しつつ突撃機会を見計らっているので。英語はそれでいいか。あれ、全然納得いってない感じ。戦艦の進化は突貫時に発揮される。そこでずっと尻込みしてるようなら核魚雷を投入するぞ。まあでもそれで敵の防衛線が突破できるなら、核の光で死滅したくなければ早く前線に行くことだ。
な味方に使うんだ。超大型戦艦を見張る特戦隊の標準装備だぜ。もう一国滅ぼせる装備じゃん。さっきからソ連の亡霊がうるさいので占領に向かいます。まだ敵艦は残ってるけど、さっきからちまちま攻撃していた効果もあって占領地域の近くにいた敵艦はほぼ全ていなくなったね。ということで陣地占領しています。途中から味方も来てくれたから、ここは問題なく占領できそうだな。どうせなのでこの間に最初に話した新規プレイヤー向け特典について解説しちゃいます。第二次世界大戦に登場したありとあらゆる艦船が使える基本無料ゲームワールドオブウォーシックス、もし気になったら無料なのでぜひともダウンロードして遊んでみてほしいんだけど、新規プレイヤーには豪華特典を準備しているので、画面や概要欄に書かれたコードを利用してもらっちゃってください。日本に現存する最後の戦艦である日露戦争で活躍したミカサをはじめとした軍艦にプレミアムアカウントや特殊迷彩とゲームを始める初心者にはうってつけの装備が手に入るぜ。 PC 版、PS4、5、Xbox 版であればゲットできるので、新規プレイヤーはぜひとも受け取ってね。新規プレイヤーしか受け取れないことは気をつけてくれよな。ということで陣地占領完了。味方さんが A 拠点も確保してくれてるので、私は現状の占領地点を維持できるように残る敵を掃討していきます。ここで敵軍を撃破し名誉を挽回するのだ。シベリア抑留は決定事項だけどね。そう、トロツキストは我が連邦にいらない。トロツキストじゃないです。しっかりと働いてもらうぞ北極で。シベリア抑留レベル100。そもそも北極はシベリアじゃないですよ。まあ島流しだな。北極への島流しは死刑宣告では。まあでもライター持ってけばなんとかなるかな。北極なめんな。でも無人島に何か一つだけ持っていけるとしたらって聞かれたらライターって言っちゃうかも。まあ火を起こせるし人気はあるよな。そしてこの質問絶対にヘリコプターって答える人いるよね。たまに見かけることはある。私はそういう人を見つけ次第潰します。ここはそういうこと聞いてんじゃねえよって話。まあ言いたいことはわかるけれども、それってドラえもんの道具で何が欲しいって聞かれた時にミニドラっていうようなものじゃん。今の例え全然違ったわ。自分で気がつけて偉いね。さっきから追撃していた敵がついに瀕死になってきました。でも倒すまでにだいぶ時間がかかっているようだな。強力な戦艦クレムリンと私の技量の相乗効果で平凡な戦艦になるってことよ。自身の技量はマイナス効果なんだ。もうそろそろでさっきの敵イタリアの戦艦コロンボが見えてくるはず。貴様らお魚の住処にしてやるぜ。なるほど。我々新造戦艦で伝統的な帝国主義者の戦艦を破壊することで海のプロレタリア革命を実現するということだな。この人は何を言ってるの。よし、ついに敵艦を発見。あまり速度が出ないから追いつくのに時間がかかった。超大型戦艦らしくてかっこいいね。戦艦全攻撃陣だ。良い感じに砲弾が飛んでいったね。これでどうかな。撃沈だな。よしよし、今の戦果を考慮してシベリア送りは免除してやる。やったー。今のでまずは1隻。それでは2隻目を狙っていきましょう。はい、動画の尺の通り今ので撃破は最後で、速度が遅いので最後の総統戦には間に合わながちだな。こんな船を戦後に作ろうとしたスターリンさん。どうしスターリンをバカにしてんのか。あ、これまずいかな。なるほど、シベリア送りが収束する運命じゃん。価値格になったところで今日はここまで。前線を押し上げられる存在なので、まさにタンクとしての役割は楽しかったです。もしこのゲームが気になったらぜひぜひ概要欄からダウンロードしてね。特典も受け取ってくれよな。ではまた別の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。